ミサオにお任せ。はい、ミサオにお任せ始まりました。さあということで、今回はですね、初の県でございます、千葉県船橋市にあります、メガガリス様にお邪魔しておりますということで、千葉県が初めてですね。はい、ということで珍しく千葉県、結構ね、雑誌の収録とかではお邪魔させていただいてるんですけれども、初めてだったかという感じで、まあ初めてなので今回は口引きありますね。はい、ということで2500枚を引きたい。あれ、どっかに2500枚だったんですね。で、前回確か、前回は違うか、前回埼玉県でしたっけ。あ、じゃあ違うか、なんかその前かなんかに引いたやつが4500枚ぐらいですよね。はい、これ決めました。いやー、いきます。せーの、じゃん。お、3000枚。今いい方か、下から2番目ですもんね。はい、目標じゃあ3000枚ということで、千葉県のノルマは、3000枚。まあ、1日じゃやれないね。最近の新規人気の代は1日じゃやれないんで、まあ、千葉県もう1回お邪魔して2回で到達したいなと思います。結構この回ね、重ねてますけれども、1回もまだノルマクリアがないということで前回の思い出を振り返りますと、まあ、大敗を喫したという感じでですね、まあもう二度と窓マギ2打ちたくないなという気持ちにはなりましたよね、正直。はい、ただまあね、自分が悪いということで今回の機種決めてません。はい、まだ何も決めてなくてですね、パチンコをね、打つ気満々だったんですけれどもあの店舗さんが別の店舗さんになってしまうみたいで、同じ系列でも別の店舗さんになってしまうみたいで、今回のそのメガガリスさんは、スロットのみということで、まあ、今回はスロットだけで立ち回ろうということで、大負けをしないように頑張りたいと思います。2連続負けてしまうとですね、大手がかかってしまう、罰ゲームに大手がかかってしまうので、はい、今回はなんとかプラスにして、皆様、視聴者の皆様に、お土産ぜひプレゼントしたいと思います。今回こそ頑張ります。式だ。言った通りなんだけど、今カメラマンさんと早い番号で引いたら後ろですよねって言ったら、めっちゃ後ろだった。びっくりする。一番後ろじゃないですかこれすいません、おはようございます。あ、すいません。どうしよう、これでこれ角開いてるよ。あ、取られちゃったかな。あ、え、パンチョもあるじゃん。パンチョもまあ、マドカよりは人気。ちょっとでも私、ミサオパネルまだ触ってないんだ。ちょっと触りたい気持ちもあるよね。どうする、どうする、こっちにしようかな。でもそうしたら大体窓が出てない。いいよね。だって番長打ってないもんね、今までね。全然知らないけど大丈夫ですか。全然知らないよ、全然知らないから本当にはい、ということで、また初代の窓かの予定だったんですけれども、まあ優柔不断、いつもの私の優柔不断さで、ミサオにお任せ初となる、オス番長3ですね、ミサオパネルバージョン取りましたので、
こちらで実践していきたいと思います。頑張ります。3000枚一撃で出せるように。とにかく勝ちたいからね。まだね、始める前に結構もうね、何人か3人、隣ももう特訓入ってるし、3人の方すでに当たっているということで、マンチを期待できますね。ちょっと絆の様子をね、ちゃんと見れてなくて、あの1階にあったんですよ。でみんな2階登ってたから2階登っちゃったんですけど、そしたら絆どうだったんですかね、まあ、前代埋まるぐらい人が行ったかって言ったらという感じでしたかね。窓館に行く人が多かった。真後ろの台はベル3で特訓入って、で6回、ベル6回ですでに当たってたので、変更は濃厚っぽいです。人やば、今年の台も隣も直特訓、真後ろも直特訓。マジで当てたい。昨日も別のお仕事で番長をちょこっと触ってたんですけど、もうね、動画で打てるほど詳しくないから、あの動画でほとんど触ってないんです。で、まあ、一応その他の仕事の時に触れたら触ろうかなっていう感じで打ってるんですけど、昨日の台はまあまあでした。そんなスーパーいい、おースーパーいい感じではなかったけど、そこそこ2000枚ちょっとぐらい、1200枚ぐらいですかね、流せたので、ミサオ出てくればいいのにね。ミサオとミサオのコラボ、しかも最初のミサ当たりから。すごい騒がしい、出てこなかった。さあ行きましょう。嫌い、でも連呼いいじゃん、めっちゃ期待できる。どうにかしてベルを、やりました。早っ、投資2000円、46ゲームベル7の対決ですかね。早っ、やば、初回対決じゃね、そういえば、あれ初回対決でしたよね、忘れてた。え、終わり、12枚、え、終わった、え、待って、ちょ待って、初回対決じゃん、怖っ。また50%逃したの。私前もね、いけなかったんですよ。 80%、 だいたい 25% じゃないです。だいたい 25%、 怖い、あーやめちゃうよね、あーやれない、
発弾いてほしい。あれ、行くん？わ、行くんだ。全然対決しない。もし仮にイライだったとしたらやれなさすぎじゃない？
おくん。L7 で特訓スタート。なんかモードはめちゃめちゃいいんですよね。私の知ってるパンチョじゃない。
手グーだった、失敗した、間違えた、こうね、こういいですか、こう、こう、こう、いいじゃんリズム3回だっけな、そう、うん、楽しいよし、こう帰ろう帰ろう、おっ、ほんとこう、やるんだこういう感じだった。もう第一ボタンはエレベーター、よしよし、お兄さんのおかげよしまだ当たってないからね、当たってからね感謝しないとバタミントンいいよ。油断すると自分の打ち方しちゃうから、あ、青じゃないかな、まあまあまあ当たってくれたんでありがたい、よーし、誰で行く、やっぱりミサオ、ミサオじゃないと、危ない危ない